司令部、こちらテレサ・アポカリプス。第二列車の現状を報告してちょうだい。テレサ様、ご無事で何よりです。第二列車はテレサ様との交戦後、レーダー上から消えました。塔にある崩壊エネルギーを使って完全覚醒するために、第二列車は必ずバビロン実験室に向かうと思うわ。ヴァルキリー部隊に塔周辺を巡回し、第二列車の崩壊エネルギー反応を見つけ次第、司令部に報告するように伝えて。それと第二列車との接触を避けるように言ってちょうだい。そういえばジークフリート・カスラナは今どこにいるの？ジークフリート様は先ほど臨時司令所に到着し、現在待機中です。わかったわ。私も今から急いで合流するわ。眠い。ここで少し寝てもいい？どこへ行くのよ。迷っちゃいそう。本気で私に勝てると思ってるの？絶対メイ先輩に近づけさせないんだから。アイアイさ。つまんない。アタック！どこへ行くのよ。迷っちゃいそう。ただの略称よ。あれはバビロン実験室といって、天命がシベリアに作った大型研究センターなの。あそこには天命最先端のバイオテクノロジー、素材技術、パソコン技術、そして最新のエネルギー源技術があるのよ。エネルギー源技術？世界唯一の大型崩壊エネルギー反応炉。エネルギー強度2000崩壊ワットを超える化け物よ。2000崩壊ワット？ハイペリオンの核心反応炉よりも大きいじゃん。ハイペリオン？何それ、聞いたことがない反応炉ね。でもハイペリオンって響きは、うん、戦艦名にぴったりね。うわー、言ってはいけないことを言っちゃったような気がする。とにかく第二列車は覚醒したけど、崩壊エネルギーが足りないからまだ弱いの。だから塔の崩壊エネルギーを狙うと思うの。もし第二列車が塔の崩壊エネルギーを手に入れたら、誰にも止められなくなるわ。だから奴が塔にたどり着く前に倒すわよ。第二列車、シベリア、2000年、どっかで聞いたことがあるような。そうだ、ムーンライトスローンで倒れた時だ。
あの時夢の中で謎のやつが言っていたような。2000年にシベリアで第二律者との戦いから第二次崩壊戦争が勃発し、その最中にママがセシリアが死んだって。テレサ、テレサ、どうしたの？急に大声なんて出して。ちょっと聞きたいんだけど、セシリアは？セシリア・シャニアテもこの戦いに参加してるの？セシリア？どうしてその名前を知っているの？それはセシリアが私の最も尊敬しているバルキリーだからよ。そうだったの。セシリアなら来てないわよ。セシリアは1年ちょっと前に女の子を産んでね、それから休養しているの。だから今回の任務にも参加していないわ。でももし私とジークフリートの野郎が第二律者を倒せなかったら、オットー大主教は強制的にセシリアに出撃を命じるかもしれないわ。そんなことは絶対にさせない。セシリアは私が守る。そうだね、しっかり守ってね。何ぼーっとしてるの、艦長？本気で私に勝てる？私のことはまだ黙っててくれる？どうして？そのほら、今は大事な時だし、私のことで時間を無駄にしたくないの。それにママじゃなくてセシリア様の身に危険が及ぶかもしれないし、とにかく私のことは任務が終わってからでいいから、お願い。わかったわ、さすがは私の姪ね。何ぼーっとしてるの、艦長？本気で私に勝てると？
ドッグ&ローデット。ようテレサ、やっと来たか。第二律者と会ったって聞いて心配してたんだぜ。ふん、あんたの心配なんかいらないよドスケベ。はいはい。お、こっちの綺麗なお嬢ちゃんは誰かな。今度機会があったら一杯おごらせてほしいね。ジークフリート、そんなこと言ってる暇があったらさっさと現状を教えなさい。悪い知らせと、もっと悪い知らせがある。悪い知らせは、ヴァルキリー部隊が第二律者を探しに向かったが何も発見がないこと。それ以上に悪いのが、戦況に進展がないのを見たオットー主教がセシリアの出撃を命じたことだ。そんな、今のセシリアの隊長では戦いはまだ無理よ。あと30分でセシリアがシベリアに到着する。その前に第二律者を探し出し殺さねえとな。神様はまだ俺たちを見捨てちゃいないようだぜ。報告します。 O23 エリアと O17 エリアから同時に第二律者の痕跡を発見したとの情報あり。私たちをバラバラにする気かしら。仕方がねえ、俺は O23 に行く。テレサは O17 に行け。第二律者を見つけたら手加減はするな。キアナはここに残ってちょうだい。ここは安全なはずよ。ん？キアナ？そう、ごめんね。あんたの娘と同じ名前、キアナだよ。私も一緒に行く。一緒に戦うわ。でも、私の実力ならさっき戦いの中で見たでしょ。俺はいいと思うぜ。お嬢ちゃんの目を見ればわかる。お嬢ちゃんはいい戦士だ。テレサ、連れて行ってやれよ。わかったわ。そうだ、それと、これは利子よ。第二律者を倒したらたっぷり懲らしめてやるわ。待ってなさい。クソ、じゃなかった。ジークフリート、ジークフリートかすらな。早く第二律者を倒さないと。じゃないと。キアナ、何言ってるの？セシリア様のことが心配なの。体調が悪いのに戦場に行かなきゃいけないだなんて。セシリアのことが心配なのね。安心なさい。私もジークフリートの野郎も全力を尽くすわ。あの野郎は適当にやってるように見えるけど、内心ものすごく焦っているわ。あの野郎にとってセシリアは最愛の妻だからね。キアナ、どうしてあの野郎が私と一緒に行動するように言ったと思う？どうして？それはね、あの野郎が第二律者を見つけ次第天下制裁を使うことを決めたからよ。天下制裁？天下制裁を使えば全てが火の海に飲み込まれる。たとえ使用者であっても無事では済まないわ。だから私と来させたのよ。あのクソパパ。近づけさせないんだから。本気で私に勝てると思ってるの？
バルキリーのバトルスーツの残骸。どうやらこのエリアのバルキリー部隊は全滅のようね。でも壊れたバトルスーツからの信号で第二律者がここにいるかのように見せかけていたんだわ。バルキリーのバトルスーツまでコントロールするなんて、第二律者の力は一体どれほどなの？テレサ、考える暇はないわ。本物の第二律者は O23 にいるはずよ。急がないと。待って、大型のヘリコプターがこっちに向かってきてる。あれは天命が配置した対崩壊重要重量型ヘリコプター。第二律者はあれをもコントロールできるの？ヘリコプターで私たちを足止めする気ね。キアナ、さっさとヘリコプターを壊すわよ。眠い。ここで少し寝てもいい？取られたわね。もしこれがおとりだとしたら、第二律者は O23 にいるはずね。キアナ、急ぐわよ。司令部、ここから O23 までどれくらいかかるの？最短で15分です。ジークフリートに知らせて、第二律者を足止めして絶対に塔に近づけるなと。